一日外回りの中帰宅したひろし疲れていたのできているものをすべてそこらに握捨て風呂場に直行するがイシャツにキスマークの跡がくっきり残っていたことから二人は喧嘩しひろしは家を出て行ってしまったひろしのイシャツにしんのすけが口紅でいたずらしたことを知ったみさえは出て行ったひろしを追いかけるがひろしがことぶし退社したもとぶかの酔っぱらい女りえちゃんに抱きつかれているとこを目撃してしまうりえちゃんの件はなんとか誤解が解けたがまたまた口論になり二人はついに離婚することになった。 白に大人ってオラ、ね、たちの気持ちなんかどうでもいいんだと二人が離婚することを相談し今度はしんのすけがシロとともに家を取り出した外に出たしんのすけを追いかけてしんのすけの元にやってきた二人意地を張って仲直りできない二人を見たしんのすけの「父ちゃん母ちゃん仲直りしたいときはごめんなさい」って言うんだぞ「幼稚園じゃみんなそうしてるぞそうすればまあ仲良くなれるんだぞ」という言葉を聞きお互いに謝ってついに仲直りする「腹減ったどこかで飯食っていくかというヒロにいいわね」と答えるミサイルさっきまで喧嘩していたのにいつもの調子に戻っているふ人を見て 大人っていい加減だよねと言うしんのすけそれを聞いて全くだと笑うひろしとにされだった